はい、えー、こんにちは、トヨラの友です。えー、それでは今回は、日鉄ですね、今週の日鉄見ていきたいと思います。えー、結論から言うとですね、まあ先週の絶望的な形からですね、だいぶ改善はされてきているのかなというふうには思っていますので、まあちょっとそのようなところを説明をしていければと思います。まず、月足から見ていきたいと思います。 で、まあ、前回の、ね、動画でもお話はしましたけれども、まあ、こちらのですね、トレンドラインと、まあ、今のね、えー、この上昇、ちょっと角度をつけたですね、こちらのトレンドラインというのが2本ありますと。で、えー、このお今のね、えー、このトレンドラインというところを見ていきますと、おまあ、堅調にですね、えー、この上昇トレンドを今続けているところなんですけども、まあ、今月足っていうのがですね、まあ、陰線、えー、これはほぼほぼ確定だろうというところで、えー、まあ注目するところは、この下冷がどれだけ長くですね、えー、出せ どどこどこまで、でですすね戻れるののかかっってていうのが重要かなと思ってますでまあ、その中でもですね、えー、この2ヶ月のこの上昇分の実態のところですね、でこの、これが8月ですけども、8月の初め年のところ、えー、ここと同じ位置ですね、えー、今週足終わっているんですよね。っていうところでもしですね、えー、まあと数日しかありませんが、えー、これがですね、えー、あと1日か。 一日しかないですね。あ、二日ですね。二日間。三十一なんで二日間ありますけども、二日間で、まあ、この年一千二百、三千二百五十三よりも上で引けるとですね、要はこの二ヶ月分で見ると実体ベースでは、あインサイドをして引けているという形になりますので、まあ、この、まあね、陰線っていうのが、まあ、ネガティブ視されにくくはなるかなというふうには思います。まあそういう意味で言うと、 この3250円ぐらいの付近っていうのを、まあ、今月ですね、守った上で、えー、なるべくですね、この陰性の実態部分っていうのを縮小させることができるのか、まあ、それがですね、非常に重要なポイントかなと思います。で、その上で11月1日がですね、えー、決算ということになりますので、えー、まあここはですね、えー、もう内容はも,もちろんわからないわけですけども、ここを迎えるというような形でいければなというふうには思います。 で、今月のこの陰線っていうのが、まあ、上髭ピンバーからの陰線という形になってますので、やっぱり、このですね、上で高値掴みをしてしまった人たちの大量のロスカット、これがですね、まあ主軸になっているのかなというふうには思うんですよね。でも、一方で、この下髭をつけているということ、 ととはですねやはりこの3100円台ここであればですね買っていきたいなという投資家も非常に多いということも示していますので、えー、まあ、前回お話しした時にはですね最悪3000ぐらいまでの下落コアあるかなという話をしていましたがまあ、その前のね前代かの3100円あるいは3200円の段階での買い需要っていうところはですね依然としてあるよっていうところを示しているかなというところです そして、週足見ていきますと、まあ、週足ですね、先週が、この和冷えのピンバーで冷えてしまったということで、これはですね、えー、節目となっているこの2本のライン、3170円、あるいは3200円のラインですけども、まあ、この2つのラインっていうところがあったとしてもですね、なかなかここから買いに行くのは難しいですよってお話をさせてもらいました。それはなぜかというと、これだけですね、3週連続で大院線を引いているにもかかわらず、4週目がですね、えー、ギリギリ要線と、しかも和冷えのピンバーで、えー、 の重さっていうのを意識した週で先週引け、えー、引けてしまったということですよね。でやはり外前性通りこの下までですね今週は掘ってきましてただ、まあ、僕は思ったよりそのね下げなかったのでしっかりと下髭を巻き返してですね陽線で引けた要は先先週のこの実体部分っていうのをアウトサイドして引けたこれはですね非常に形としては悪くない足になっているかなという風うな評価ですね。要はこの締めのラインですね日本の のラインっていうところもしっかりと上に抜けてですね、えー、まあ、今週はしを終えれた。これはですね、来週に向かって反転の兆しっていうのもですね、投資家に与える影響っていうのがありますので、まあ、そこのところはですね、プラスに見ていいだろうというところです。まあ、ちょっと懸念点としてはですね、週足しベースで見ても出来高っていうところがまだまだ少ない状況にはなりますので、えー、ここのところがですね、また増えてくると、上昇への勢いっていうのが出てくると思います。 で次、冷やしですね。冷やしで見ていきますと、三層がわかりますね。左肩の中央最高ね、右肩ですね。綺麗な三層をー、まあ、作っていて、まあ、ネックラインが3200円のところにありますので、これを一旦下に抜けたんですけれども、これが騙しとなって上昇してきているので、まあ、これのとこから、あ例えば新売り量してきた人たちっていうのは、あまあ、ショートカバーっていうのもね、多少は入っているのかなと思います。ただ、そんな使用売りがね、多いようなメーガではないので、まあ、そこの効果っていうのは限定的なのではないかなと。まあ、そんな 印象を持っていますけども、まあ一応ですね、もうちょっとこの上の水準まで伸ばしてく、ね、ることができれば、まあそういうところはですね、受給面で考えても少しですね、軽くなる可能性というのはできていくかなと思います。 で、えー、ちょっと見ていただきたいのが1時間足ですね。で1時間足で見ていきますと、まあ、ちょうどこのね、三尊の右肩の先の部分になるわけなんですけども、まあこれ1時間足で見るとですね、よく見ると逆三尊作っています。で、それを2つ作ってるんですよね。まあちょっとわかりづらいかもしれないですが、左肩、 中央最安値の右肩。これで一つの逆三尊。それからこちらがですね、左肩の中央最安値の右肩。で、こちらちょっと大きめの逆三尊で、二つ逆三尊作ってまして、このネックラインっていうのが一本。 こんな感じでね、綺麗に規定をされています。なので、まあ来週月曜日からに関してはですね、できればこのラインを上に抜ける感じで、えー、逆三ゾをですね、えー、のネックラインというところを上に抜けて、えー、しっかりとですね、反転上昇という形を、まあ一時間足ベースでも作ることができればですね、えー、かなりいい、まあ形的にはですね、綺麗な状態で決算を迎えるかなと思いますので、まあちょっと寝側配という感じにはなりますが、この辺の足型っていうところもですね、えー、ぜひ注目をしてみていくといいと思います。 いいのではないかなと思います。 で、一応トレード戦略っていうところではあるんですけれども、まあ僕正直打診から入りました。あ今日はですね、えー、金曜日の段階で打診から入りました。この反発を見て、えー、というところですね。で、またですね、3200を割るようなことがあったら一旦この打診は外した方がいいかなとは思います。やっぱりまだ、あこの下落して3000のところですね、ここまで落ちてくる可能性っていうのは十分まだ残されていると思いますので、えーまあ、この下落を一緒についていく必要はないだろうとは思います。で、一旦目標としてはですね、3400円ぐらいまで の上昇ここを見てですね、まあ、もちろん、決算も含めっていうことでありますけども、一旦ここは重たいラインにはなりますので、えー、とりあえず3400円のちょっと手前までの上昇っていうところをですね、えー、狙っていければなとこういうふうに思っておりますので、えー、ちょっと参考にしていただければ嬉しいです。 はい。ということで、いよいよ決算ですね。11月1日に近づいてきましたけれども、皆さんはですね、この日鉄の決算ですね、どんな風に予想されていますでしょうか。よろしければですね、コメント欄のところで教えていただけますと嬉しいなと思います。それでは、今日もね、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。